Facebook もいろんな機能があってすごいですね。まあ、あとはね、こういう石もあるんですけどね。石、こういう石ですね。こういう石、こういう石もあるんですよね。こういう石もありましてですね、まあこんな感じで私やっているんですが、まあ、美容師なのか占い師なのか、よく、まあ、占い師までは行ってないんですけど、美容師なのか占いのこのバッグがもう怪しいですもんね。なんかこの感じが、うちのこの眼鏡も怪しいけど、どうなってるんですか。すごいね、いろんな機能が増えてきてね、ちょっと困っちゃいますね。あと他に占いしたい人がいれば、上から何番って言ってくれれば占いますが、もしなければですね、帰ります。 そんな感じです。占いしたい人いらっしゃいますか？好きな番号言ってくれれば上から選びますよ。やりたい人いた。生年月日でも占いますし、生年月日言いたくない方は、タロットでやります。もう結構皆さんこういうふうにね、数字でいろいろやってます。笹山さんで合ってますか？笹山さん、えみちゃんだ。はい、なんか友達らしいですね。これはえみちゃんですね。えみさん、こちら何をやりますかね。タロットカードですか、それとも、辻さんがやったこちらがいいですか。生年月日言います。あ、生年月日とじゃあタロット一緒にやりましょう。はい、では生年月日お願いします。西暦です。もしあれでしたら辻さんとの運勢見ますが、どうでしょうか。辻さんと相性いいか。西暦で打ってくださいね。1974年7月12で合ってますね。すいません、これね、年齢聞くんですね。エミさん、年齢をお願いいたします。こっそりお願いします。こっそり打って消してもいいので、それは内緒でしょうかね。24歳ですね。はい、わかりました。1974年7月12ですね。はい、メイン番号が4ですね。はい、この方は、ちょっと今見ていきます。辻さんとの相性は、まあそうですね、笹山さんはどっちかっていうと、こう物事をですね、きっちり考えていくタイプの番号ではあるんですね。結構理論的に考えていくんですけど、辻さんの方は、結構勢いでやっちゃうというところで、笹山さんの勝ちでしょうかね。勝ちというか、結構し、ちょっと待ってください。今ちょっとで、46の123456789の456。今年
年も、あ、はい、来年の方が、いいです。あ、当たってます？逆っぽいのにね、ですか。そうですか。実はね、笹山さんは、意外とですね、そう、辻さん感覚の人なんですよ。で、笹山さんはどっちかというとね、少しいい意味で、頑固なところあるんですね。少し頑固でなところがちょっとあるんです、実は。はい、それはいい意味ですけどね。そういうところがちょっとあるんですけど、辻さんは感覚派です、番号で言うと。で、今年の7月12日超えると、笹山さん今年の7月12日を超えますと運気が上がります。ラッキーですね、良かったですね。今もう悪くないんですよ。で、今運気も意外と上ってて、そうですね、ここだから、ちょっと待ってください、7月12日以降が非常にいいので、なんか予定あったりとか、どっか旅行行くとかですね、なんかそういうのが7月12日以降にしましょう。その方がいいです。うん、いいと思いますね。で、ちょっと、あ、そしたらちょっといろいろあるんですけど、動画で教えるとちょっと面白くないので、そこは省いてタロットいきますか。笹山さん、好きな番号お願いします。上からちょっとシャッフルするので、好きな番号出た時点で止めます。笹山さんの好きな番号は何番ですか。はい、11番。はい、行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11番。ああ、これまさしく笹山さんの番号の4番です。これ頑固な番号なんですね。はい、ブレないって意味もあったりします。自分の、意思を変えずに、人からまあいろいろこう言われたりとかですね、いろいろ言われて、まあ比べるとかですね、いろんなことを比べたりとか、周りの人がこうであってああであってと別に関係なく、笹山さん独自の、真の部分を、信じて、自分の考えを信じていきましょうみたいな感じなんですね、今年は。なので、あんまりこう人の現状とか、お友達とか周りの方が、どういう状況だとしても、まあ関係なく、笹山さんは笹山さんっていうような感じでやっていくといいと思います。まさしくこれ同じ番号の4番なんですね。なんで本当強く出たと思います、4番が。なんですごく、ある意味自分の芯がすごく持てる、7月超えて、この番号出たっていうことはかなり芯がある1年になるんじゃないでしょうかね。ブレないというか、うん、恋愛運知りたい。はい、恋愛運なんですが、ちょっと男性なんですよ、このカードは。ですので、例えば恋愛運を上げるポイントとしては、お仕事の話とかですね、そういう緩いところっていうよりも仕事の話とか相談とか、そういうところから、恋愛に発展することあると思います。ただ非常に男性なので、あまり強く自分の意思をですよ、通してしまったりとか、サバサバしてしまったりとか、変に真面目すぎてしまったりすると恋愛運は落ちると思います。ただポイントとしては、お仕事の関係とかそういう固い話から入っていった方が恋愛には行きやすいと思いますね、今年の感じは、この番号ってことはと思います。ちょっと恋愛のカードではないと思います、このカード自体が。もしかすると、まあ7月入ると運気上がりますので、大丈夫だと思うんですが、
恋愛よりもちょっと仕事とかですね、そういうようなカードなんですね、これ自体が。なのでそういうので、まあお仕事関係からね、そういうふうな、ね、いい恋愛の部分ができると思いますね。まあ、もしくはなんかもう決まった方がいらっしゃるんであれば、少しこの将来のことだったりとか、それこそ今後のプランだったりとか、そういうのを一緒に考えていけると非常にいいと思います。はい、そういう感じです。大丈夫でしょうか。すごくね、理論的で、芯が通った方が笹山さんです。で、ノリで生きてるのが辻さんということで、大丈夫でしょうかね。はい、そうなんですね。今仕事頑張らないための時なんです。これね、実は仕事のカードなんですよね。はい、ですので頑張ってください。ありがとうございます。はい、ということで、そろそろですね、そろそろ何なんだって感じです。そろそろ ありがとうございます。ライブ占いを、誰かいらっしゃいますか。もういないですか。そろそろこの辺で誰かいれば、ね、人数があんまりいないかな。あららら、はい、ということでですね、またこれ意外と楽でいいな、やるの。これどうですかね。これちょっとやってみようかな、今度から。なんとなく浮かんだんですけどね、これ意外といいかもな。これやってみようかな、ライブ、いきなりライブ占いみたいなやつね。そんな、あ、またやります。はい、ぜひ。またやったらね、また運気ちょっと変わるんで、ちょっと考えておきます。こう石使うって言っても引けないですからね。だからちょっと難しいですよね。なんかストップって言ってもリアルタイムじゃないから。そうなんですね。うん、はい、では、皆さん風邪などひかないように。主人を占ってもらえませんか。あ、いいっすよ。生年月日分かれば全然いけます。相性占いめっちゃ面白いっすよ。ご主人さんの生年月日教えてくれれば相性見ますよ。辻さんのこれあるんで、ご主人さんが1972年の12月の10日、1972年12月10日ですね。相性いいな。ん？お、1972の、ちょっと待ってくださいね。ほら、また変わった番号が出てきましたね。ちょっとお待ちください。4で8の5678910345678910128がここでです。うん、なるほど。はい、相性は、相性は普通です。相性は普通でした。この旦那さんはもしかして、どっちかっていうと、辻さんが主導権を握った方がうまくいくと思います、番号からすると。で、この旦那さんの、辻さんの旦那さんの番号っていうのは人に合わせる番号なんで、どっちかっていうと、人の意見に弱いですね。なんで、旦那さんを例えばやる気を出させたりとか元気にさせるのは、誰々が褒めてたよとか、そうやって言ってあげるとすごく元気になります。あと、やる気が出たりとか
ですね、そういうふうに誰かが言ってたよとかっていうのにすごく弱い方なんですよ。で、ちょっと5番っていう数字は二面性の番号って言われて、若干二面性があるんですよね。で、まあ、例えばまあ親子問題とか親との問題とか、そういう家族兄弟の問題とかがちょっと出てくるかもしれないっていう方ではあります。はい、そういうのが、少しあるかなと思うんで、その辺はね、辻さんの方がフォローできますので、大丈夫かなと思います。運気自体は2人非常に似てる運気なんですけど、ちょっと見ていただくと分かるんですけど、これ2人の運気なんですね。で、こちらが旦那さん、旦那さんは5がメイン番号で3がサブ番号なんですよね。で5っていう番号を選べばいいんですけど、辻さんは6と9、9がメイン番号でサブ6ですね。でこの丸つけてる場所似てないですか、この丸の場所。これ同じ動きなんですよ。ということはどういうことかっていうと、2人とも運気がいい時一緒にいいんですよね。で、ちょっと下がる時一緒に下がるっていうことです。すごく似てるんで。なので運気下がってる時は例えば大きい買い物したりとか引っ越しをしたりとか、そういうことしない方がいいですね。で、2人にとっては今いいから、いいと思います。なんで、2人にとってじゃあ一番いい時っていうのはじゃあいつなのかっていうと、最近でいいのは2月27日から10月の、はい、お二人にとって一番、辻さんの二人にとって一番いい時期は今年の2017年2月27日から、12月の、10日までですね。今年の12月10日までお二人にとって非常に、いい時です。ここに何かを持ってくるといいと思いますね。で12月10日過ぎてしまうと、ちょっと運気が辻さんの方が、旦那さんは下がらないです、なんか下がらないですけど辻さんが下がってしまうんで、ちょっと12月10日まで、いろいろやっていただけたらいいんじゃないかなと思います。もし大きいことが、ね、あればですね。はい、相性は普通でした。まあ旦那さんの方のね、家族問題とかそういうのが少し出てくるかもしれないんで、そこは辻さん十分フォローできると思うので、旦那さんは口コミに弱いですからね、二面性があって口コミに弱い、そういう感じの方なので、本当に誰々こう言ってたよとか、本当それ言ってあげるだけで本当ね、あそうかって言ってちょっとね嫌な気はしないと思うんですよ。だからね、私がこう思ってるってよりも誰かが言ってたと、あ、なんだろう、結婚15年子供より旦那さんが大好き、なんですかこれ、おのろけおのろけ相性占いしてほしい。はい、どうぞ。あ、辻さん最高ですね、いいと思いますよ。笹山さん相性占いってどういうことですかな、誰か、お相手の方との相性占いでしょうかね。占い全然できますよ、生年月日が分かりましたら。あれどこ行った笹山さん、ぶっといた、あ、これか、相性占いできますよ。それ誰ですか、笹山さん。誰だ。気になる人ですね。はい、わかりました。1975年の12月の 3? この人は、41かな ?41? 41だね、確か。
多分ですね。で、年が確かそうだと思う。はい、ちょっと待ってくださいね。あ、相性いいっす。相性大丈夫です。うん、あ、なかなかいいです。この方喧嘩別れ中、意外とプライベートをバンバンみんな言ってますけど大丈夫ですかね。ただね、この方はあの細かく説明しないと理解してくれないと思いますね。まあお互いなんですけど、勢いでじゃあやり直そうよとかそういう感じになってもダメでなんで、しっかり話し合わないとお互いダメですね。番号自体、はい、あ、高子さんちょっと待ってくださいね。それ今見ますよ。これはですね、笹山さんね、結構話し合いが必要ですよ。これはしっかりしたで、ちゃんとお互い理解していかないと、特に、笹山さんの方がちゃんとしっくりこないとダメだと思います。なのでなんか無理やり、はい、なのでですね、でも基本的に笹山さんのこのお相手の方は結婚するには非常にいい方なんですよ。で、この1番っていう番号を持ってるんですけど、やり直せる可能性はあると思いますよ。全然この方でもすごくいいと思いますね、旦那さんにするには。なんか公務員とかに向いてる方です。結構仕事的に言うとしっかりして、そんなに派手ではないんですけど、こうしっかりしてるっていうか、まあそうですね、なんかちゃんとしてれば、ちゃんと話し合わないと無理ですね。ちゃんと話し合えば絶対大丈夫です。あとね、8番っていう番号がねちょっと弱い部分もあるので、そこがちょっと心配なのかなって。考えが極端だったりとか、ちょっとね、なんだ、あ、自衛なんだ。あー、ごめんなさいね、全然違いましたね。自衛ですか。なんかそのスイッチが入るときと入らないときが非常に大きかったりとかするので、その向こうのその流れに合わせる必要はちょっとあるかもしれないですね。で、やるときやるんだけど、やんないときもやんないみたいな感じの番号が8番なんですね。で、それと1番、を持ってるので、はい、1番はね、才能と運がありますので、そうですね、いいと思うんですけどね。金運もありますし、この方なんか相手が乗ってる時というか、タイミング外しちゃうとダメですね。タイミングいい時にやった方が絶対いいです。そうですね、会うチャンス全然ありありだと思いますよ。うん、ただタイミングです。本当にタイミング間違うとうまくいかないんで、この方の波に合わせるしかないですね。笹山さんの方が、笹山さん番号じゃあちょっと言ってもらっていいですか。今番号をちょっと笹山さん言ってください。そこでちょっと見たいと思います、その番号によって。
二人の出会いはあるのか。7番、1、2、3、4、5、6、二人の出会いはあるのかな今年は。ドン。お、8、力。やっぱりもうまさしくそうですね。これは力っていうカードです。なので、力加減なんで相手の状況に合わせるとか、そういうことを言ってますね。これはこの獅子みたいな、ライオンみたいなのがいますよね。で、こう手を噛まれちゃいそうなカードなんですね。なんでこれ力加減なんですよ。なので、相手のこう状況に合わせると、相手の波に合わせるということをまずこのカードも言ってます。なのでそのカード、相手の波に合ったタイミングでお互い会えると思いますよ。そのタイミングで出会えば、復活できます。全然、その可能性はどうかな。ただ逆位置にね、さっき出たんでちょっとね、少し、ハードルは高いかもしれないですけど、もしかしたらそういう波に今なってないのかもしれないですね、相手の方が。だからそれを待つしかないと思いますね。すぐっていうのはちょっと難しいかもしれませんね。なので相性は悪くないので、この方とまたね、復縁できたらいいかなと僕は思っております。頑張ってください。ちょっと簡単ですが、はいはい、待ってください。待てば大丈夫です。待つしかないです。むしろなんかちょっとなんかお願いしますって言われて、全然なんかあれ、最近高子さんいましたよね。もういないかな。さっきいた気がします。ではさっきでももう一人ちょっと名前が分かんなかったんですけど、ああいました。あれ知り合い、なんすか、みんな繋がってんすか。ちょっと もしかして生年月日打ってきてますね、かなり。6、9、はい、1、2、6、9、10、なんかこれみんな繋がってんすね。はい、ちょっと待ってですね。ちょっと待ってください。今計算します。あ、お友達ですか。みんな繋がってんじゃないですか。なんだそりゃ。9、6、9、1、1、5、あら、これどっか、あら、優しい番号ですね。これは高子さん非常に優しい番号でございますね。ちょっと待ってください。はいはい、あ、いいっすね。2、3、4、5、6、7、8、9、1、はい、あ、いい、高子さんいいですね。高子さんはどっちかっていうと笹山さんの旦那さんみたいな感じですね。よく分かんなくなってますね。5がラッキー番号でサブ番号が2っていう番号になります。メインが5なんで、そうですね、なんか、もしかしたらなんかこう、二面性はあるんだけども、マイペースで安定志向っていうのがこの高子さんのポイントです。ただね、やっぱり5が5と2っていうのは完全に257っていう番号、この数字の人は優しいんですよね。で、257じゃない、258か、ごめんなさい、258で、もう人にね合わせられるので、自分で何かこう
発信していくってよりも誰かを持ち上げてくれる、持ち上げる人なんですよ、高子さんは。なので非常に優しい番号なんですよね。だからこう誰かと何かやるとかですね、そういうのすごくいいと思います。例えば高子さんみたいなタイプは369とかっていう番号の、人に、ついていく、ある程度こう勢いがある人についていけるいくと非常に調子いいんですよ。なのでなんかこうカリスマみたいな、んだろうな、なんかこう勢いがある人ですね、勢いがある人の2番手とかそういうところにいると非常にうまくいきます。で、運気も今こちら見てみたんですけど、今こことここなんですね。なので、いいですよ。今運気自体は上がってるんでいいんですけど、11月の5日過ぎると天柱札に片方入ってしまうので、新しいことやるんならあれば11月の5日前にやった方がいいと思いますね。ただ11月5日以降も運気は高いので全然大丈夫です、今上がっていきます。これからいいんじゃないですかね。タコさんは、ただ、1点だけあるとしたら、なんかね、家族の問題とかそういうことがちょっとね、あるかもしれません、その辺がちょっとね、ちょっと気になるかなって思ったところですね。高子さんもしあれでしたら、番号、タロットカードの番号を、ちょっと待ってね、本間さん、ちょっと待ってね、家族がねちょっといろいろあるみたいなんですね、ちょっとわかんないですけど、はい。で、タコさん好きなところで番号を言ってください。1番、あ、じゃあ一番上ですね。はい、これです、1番目ドン。あ、なんか今日これ出ますね、すごい、いいんじゃないですかね。一緒にコラボするといいです。タコさんもこれ完全に今年コラボですね。コラボしてなんかこう一緒にできますよ。で、誘うのはタカコさんから誘ってください。で、一緒に、できます。うまくいくと思いますね。